どうもデッシーです。お世話になっております。ファイナルファンタジー続きをやってまいります。おっといきなり逃げましたね、まあ、とりあえず逃げます。いや次の行くところがわからんと、どうしましょうかね。お金1万9000ですか。ちょっと2万そろそろ貯まるんで、あそこの預言者たちがいるとこ行ってみますか。ちょっと買っときたいんでね。サンガーでしたっけ。とりあえずサンガー買っときましょう。サンガー、使えるね、魔法をちょっとでも増やしておきたいんで。魔法、止まってはないのか。まあまあ行きましょうか。オッケー。シャーク。シャークナックル。ちょっとよくわかんないですね。シャークナックルとかね。シャークアッパーとかね。はい。ちょっとテンションがねおかしくなってきますね。ずっとね結構続けてやってるっていうこともあって、これ左でいいんですよね。で外界に出て、2万の村は左下か、南西ですね確か。そんな気がします。で多分行く間にトロルとかも確か出てたんで、そいつも倒すことになるでしょうから、お金は貯まりますね。いやー飛空艇とかどう、全然飛空浮遊石っていう情報は出てるんですけれども、飛空艇が全くそのなんかどこで作ってるとか、まあおそらく北の文明だとは思うんですけれども、どこで作ってるとかそういった情報が全くないんですよね。あれここじゃなかったっけ。あららら、全然違う、全然見えてこない。ちょっとまずいぞそれは。あれ多分ここら辺だったと思うんですけどね。あれ違ったかな。2万。わあ、どんどんレベル上がっていきますね。まあまあまあいいんですけどね。多分レベルが全然足りてないんで。あれねえぞ。消えた？なんか大陸、でっかい大陸とぶつかるはずなんですけどね。ぶつかってその端？おこれもう上来ちゃってますね。北の文明ですね。これじゃない？これじゃない？多分。違うかな。これ。北の文、どうだろう。地図とかもね、ちょっとわかんないんでね。わかんないっていうか、一応頭の中でまとめて。はあるんですが、というかこの上の北のこの大地は何？何これ？また新しいの来たよ。ああこれ違うね。これもうエルフのとこ来ちゃってますね。ここっすよ多分。ここがあれ、これ北の大地っすね。これは。北の大地って勝手にまあ呼んでるんですけど、
その北の大地というのがメルモンドの北に行ったところですよね。いやいやいや、ちょっと待て待て待て、これで、どうしましょう。倒せ、オッケー。これ伸び伸び伸びって感じですよね。上、これ大陸ぶつかるはずなんですが、あ、ここではない気がするんだが、ちょっと待って、あれ、これはだってあれか、ドワーフのところではないか、違うか、あれは内海だから。今ハトバーがありましたよね、右上に。あれ、他止まれるとこは、もうここ来ちゃいましたね。あ、じゃあもうほとんど西か。じゃあアースのここの西に行けばいいのか。こっちに行けば、西に行けばその2万の魔法が売ってるところにぶつかるのか、どうかな。撤収早く。よし、ミスリルソードでずっと頑張ってますからね。いや、あったあった、ここトロルが出てきたとこっすよ。そうですね、よしよしよし。うわうわうわ、来た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 、3体来た、やばいの3体来たね。いいね、いいじゃない、いい。ファイが行くよ。ポーションはもったいないですね。ケアルアで回復しておきましょう。これでまあまあまあ、なんとかなんとかね。テッシーに攻撃来てくれ。よし、よし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 、大きく。トロル、こっちに攻撃しとけばいいかな。ケアルはシグルですね。これでちょっと一安心。よしよしよし、いいぞいいぞ。倒れない、この3体は今までで最強ですね、雑魚で。 OK、 よしよし、よかったよかった。1700ですよ、1700。ま、すぐ戻れるはずなんでね、戻れるというか村に着くんで全部使っちゃって大丈夫ですね。すぐではないけど、下か、上からも下ですね確か。トロール、ほんと強いっすわこいつ。そんだけお金と経験値も持ってるから文句は言えないですけどもね。これでお金2万ギル貯まってるんで買えるでしょう。サンガーがねやっぱり魔法として強いんで、村
村人はそんなにいないんで、旦那さんが寝てたのがちょっと気になりますよね。一応インビジを使ってね、ちょっとでも回避しとこうかなと。よーし、気持ちいい。町の名前すらわからんすから。よし、2万溜まってます。嬉しい。あ、ちょちょちょ、違う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 、なんかいいの売ってたっけ。特に売ってないんすよね。そうっすね、防具もそこまでいいのはバックラー、バックラーだけですよね。あとコテか、盾何装備してました。あ、鉄の盾か。あ、大兜と革の帽子売りましょう。売ると、大兜で、アシト、革の帽子、武器はどうだった。武器売ってん、あったあったあった。武器も売っちゃっていいんですよね。グレートアクス、ウェアバスター、ルーンブレード、ここ売っちゃいましょう。グレートアクス、あ、やっぱちょっとレベルが下だと。ルーンブレードも売ります。あ、親バスターとかここで、そうか、売っとけば序盤結構変え、うん、他にも変えたのがあったのかねっていう。特にないですね。ミスリラックスもこいつまだ寝てんのかな。そうっすね。なんか情報変わってればとは思ったんですが、土のクリスタルもらったんで、ちょっと上のもそうですね、変わらんすね。白魔法はストナ、これが多分、あれ、ダテレポって白魔法なんだ。あれ、どういうこっちゃ。テレポが黒魔法でしたよね。脱出じゃないのかな。デスもいいけどあんま効かなさそうですよね。クエイクにしとくか。クエイクにしよう。よし、これで、あ、まだ使えないと。まだ使えんけれども、まあ覚えたと。サンガーと一緒のところで、クエイクはまあ結構まあまあ使えるんですよね。全体でしょう、多分地震で。こいつらもな、まあ400年前に風のクリスタルがどうとか言って、あんまりこれですよね多分。お、よくぞ土のカオスを倒し輝く。ちょ待て、ちょっと待って、今なんつってた、なんかもらった。え、なんつってた今。火のカオスはこの町の西にあるグルグ火山に眠っていたが、今200年早く目覚めたカオスを倒すのだ。あー、こいつか。4つの怪獣我らのもとへ、それができる。はあ、それしか言わない。これも一緒ですね。4箇所にある祭壇だ。あの、闇の黒い水晶が闇のクリスタルなんじゃない、あれ。カオスの神殿にあったところが。これもう一回なんか話してほしいんですよね。土と火、この世界4つの力が何ぞやと。なんて言ってた。
ちょっと連打しちゃったんで、わからんぞ。てんてててんてんてんてなんかなったけれども、わからんな。ちょっと一旦ちょっとね、今回ちょっと短いっすけれども、一旦ちょっと確認のために終了しまして、終了します一旦。で、すぐこの動画の後にまた上げますんで、よろしくお願いいたします。てっちーでした。失礼いたします。